州内のノーサンバーランド郡の位置。郡内のターボット郡区の位置。ターボット郡区は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある郡区である。2000年現在の人口は1677人。アメリカ国勢調査局によると、ターーボット郡区の総面積は36.4平方キロメートル。35.9平方キロメートルが陸地で、 0.6平方キロメートルが水に覆われている。2000年の国勢調査によると、ターボット軍区の人口は1677人であり、684世帯518家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり46.8人である。692軒の家があり、1平方キロメートルあたり19.3軒の家が建っている。 町の人種構成は97.44%が白人1.25%が黒人内しアフリカ系アメリカ人0.00%がアメリカ先住民0.30%がアジア人0.06%が太平洋諸島系0.36%がその他の人種であり0.60%は根血である人口のセントは ラテン系である。全世帯の28.5%には18歳未満の子供が同居しており、69.3%は夫婦で一緒に生活している。3.7%は夫のいない女性が世帯主であり、23.1%は独身である。全世帯の20.8%は一人暮らしであり、9.8%が65歳以上である。 平均世帯人数は2.48人、平均家族人数は2.82人である。ターボット群区の人口は22.6%が18歳未満、18歳以上24歳以下が4.7%、25歳以上44歳以下が26.7%、45歳以上64歳以下が26.8%、 65歳以上が19.3%で、ある。年齢の中央値は43歳である。女性100人に対して男性は99.9人であり、18歳以上の100人の女性に対して男性は98.2人である。町の1世帯あたりの平均収入は43,704ドルで、あり、1家族あたりの平均収入は48,906ドルで、ある。 男性の平均収入が34,271ドルに対し、女性の平均収入は24,375ドルである。一人当たりの収入は19732ドルである。人口の6.1%が極貧層である。18歳以下の住民の9.6%、65歳以上の住民の5.9%は貧しい生活を送っている。 ありがとうございます。